待ち人よし先生、僕のこと待ってた？当たった。吉祥寺の神、伊達に占い一筋30年。はい、ビタミン続きからやっていきたいと思います。さっきの占いは何だったんでしょう。エボリューション、ね、続きからか。はい、何だったの本当に。すごい長かったですね、しかもね。先生、そうだった。ちゃんとランチ一緒に食べよう。食べません。最初でもいいの？昼っていつも B6 だけで食べてるのに。もちろんだよ。はじめが帰っちゃったから用意してたランチが余ってるの。まあでもそれはありがたいかも。なんだ数合わせなのね、がっくり。でもやっぱり帰っちゃったのか、はじめくん。ほらほらほら、先生早く来てってば。ちょっと五郎くん引っ張らないで。この豪華な料理は何なの？何この BGM は。そこにあるんは、北海道は陽亭さんの男爵じゃがいもに佐島の山重丸しらすを加えた前菜のポテトサラダです。独特なイントネーションです。しかも誰このイケメン外国人さんは。はじめまして、私翼様専属のランチシェフの山田半次郎言います。だいぶ名前はすごい、なんだろう、日本って感じね。見た目は外国人さんのに名前が山田半次郎、しかも微妙に関西弁。はじめさんがランチを食べはらんねんやったら残りをどないしましょうって翼様に言うとったんですわ。ほしたら五郎さんから担任の先生呼んできはる聞きまして、そらもうぜひ食べてもらえへんやろか思って。あ、そっちのは春のじゃがいもで作ったビシソワーズですわ。浮かんどんのはコンソメのゼリー寄せです。ごめんなさい、私本当にねビシソワーズ苦手なんですよ。なんか独特じゃないですかあれ。右にあるんは霜降り神戸牛の炭火焼き。それは嬉しい。ブロッコリーソースがありますんでつけて召し上がってください。ここは確か学校で今体育祭の途中でお昼だったのよね。何このフランス料理のフルコースみたいなのは。山田、説得はもういい、早く食わせろ。ちょっと待って、説得って何。助かったな。意地汚い担任の腹もそう言っているな。意地汚い、やめて、本当恥ずかしい。いやーすんませんな、綺麗な女性を見てもうたら体の中のイタリアの血がうずきますんや。やっぱイタリアの血は入ってるのね。実は父方のヒーヒージー様がイタリアンで、私は16分の1なんですわ。16分の1だともう全然じゃない。おかんの方はバリバリの関西人で。山田、話が長い。はいはい、翼様が怒ったら怖いわ。ほな残念ですけど私はこれで、それでは皆様存分にお食事をご堪能くださいませ。普通に喋ったらいい声ね。いただきます。なんかいろんな意味で怖い人だったな。ねえ翼くん、さっきの山田さんって翼くん専属のフレンチシェフって言ってたけど、どういうこと？山田は俺たちのランチを作らせるためグランドプリンセルホテルのフレンチから引き抜いた男だ。もう何を言ってるのかわからないわよね。超有名ホテルじゃないの。そからわざわざお昼ご飯のためだけに。それくらい当然だ、俺が口にはめるものだぞ。はめるって何ですか、もう本当にさーって感じ。そんなことは。それを言うなら口に入れる。全く猿グッズはじゃないんだから。なんだかめまいがしてきた。私ちょっと自分の席からお水を取ってくるわ。コンビニのペットボトルがこんなに恋しいと思ったのは初めてよ。ようやく一息つけた。でも本当私には信じられない世界よね、翼くんの日常って。何？先生にハーグ。ポペラびっくりした。あ、ごめんなさい、おっしゃったわ。なんかもう何を言ってるのと思ったらおっしゃった。もう驚いてお水を落としちゃうところだったわ。急に人に抱きついちゃいけません。でもどうしたの、五郎くんもお水欲しかった？あ
のね、先生に教えておいてあげようと思って。何を？ほら、翼の皇帝ドームのこと、こないだ聞いてたでしょ。あの理由、まだ知りたい？急にどうしたの？先生、皇帝のドームって実は翼の許可がないと稼働しないって知ってる？だから話を聞きなさいって。もう、あのね、あのね、雨降っちゃったりしてドームを稼働させたい時って先生たちが翼に頼みに来るんだよ。部活の時も一緒で、クラブの部長が頼みに来ないといけないの。ふーん。ウォロー君、校庭ってね、主にサッカー部が使ってるんだよ。サッカー部、サッカー部って岡崎かな。先生、やっとわかった。もしかして翼くんって、翼ってばサッカー部が使わない時ならいくらでもドームを出してあげるのに、サッカー部にだけはずえっといにドームを使わせないの。雨が降って部活ができなくても、雪が降って寒くても、絶対にダメ。もしかして、もしかして、うん、サッカー部に貸さないっていう嫌味のためだけにあれ作っちゃったんだよ。すごいわね。だって生徒会長の岡崎は初めの天敵だもん。だからだよ、嫌味一つするにも翼はダイナミックで面白いでしょ。ほんと、翼といるとゴロちゃん退屈しないや。面白いっていうか規模が大きすぎる。先生、翼バカでわがままだけどさ、結構いいとこあるから知っててあげてね。じゃあゴロちゃんの用事はこれだけだからもう戻るね。でも確かにいいところあるよね。だってはじめくんのためにやったわけだもんね。おにゃ、なに？その、教えてくれてありがとう。先生、がんば。なるほど、そういうことなのね。遅かったな、担任。なんだ、人の顔をじっと見て。まあ、この俺に見惚れているなら仕方のないことか。好きにしろ。なんだ急に。騎馬戦の時みたいにお金があれば何でもできるって思ってるし、そんな上人の顔見たらすぐに貧乏とか言ってくるし。おい担任、まさかこの俺に喧嘩を売っているのか。でも友達思いよね。ゴロ、お前何か言ったのか。バレちゃった。ちょっとだけほっぺた高い。もしかして照れてたりして。ちょっと可愛いわね、確かに。おい担任、ブギウギ笑うな。ねえ、ブギウギって久々に聞いた。本当に昭和なの？ねえ。鋭いな。これってもうちょっとでさ、防御の方、防御じゃないわ、勉強の勉学の方も100いきそうですね、数字。それってすっごくわかりにくいけど、不気味って言いたいの？今しまったと思ったでしょ。うるさい、黙れ。せっかくのランチがピンポンになる。趣味垂れる、貧乏臭くなる。ピンポンって何ですか？貴様の考えていることはさっぱりだ。嘘でしょ。嘘、失敗した。むそんな言い方はないでしょ、せっかく褒めてあげたのに。知るか、やっぱり可愛くない。のっぼっちゃま、いいもん食ってんじゃねえか。なんで来たの？はい、子猫ちゃん、いい年の銀次さんの登場だぜ。マイスイートスター。どうしてこの学校の人は人の後ろから急に現れる人ばかりなのよ。お、マジでうまそうな飯じゃねえか。俺にもよこせ、マーカベ。おっさんに食わせるものなどここにはないな。てめえマーカベ、俺に向かっていい度胸だな。ふん。ちょっとこんなところで喧嘩始めないでください。仕方ないな。君がそこまで言うならマーカベの分は諦めるよ。この女つきめ。よし、じゃあトゲ、お前の少し分けろ。トゲ。トゲ。
かわいいトゲ。ダメ。ちー銀ちゃんかわいそう。それじゃあゴロちゃんが口移しって。どういうつもりなの。いらん。それはさすがにいらねえ。うるさいな。少しぐらいなら俺の分を。もう七瀬、さすがにバンドリーダーをやってる男は心が広。ゴマ一粒やる。最悪。ケチくせー。ケチケチ野郎の七なんかに期待すんのが間違ってんだろ。ほーらよホスト、俺様の奥へば。お、先導が親切だなんて珍しいな。ってホストじゃねえっていつも言ってんだろ。まあんじゃ遠慮なくこのパンを、はあ、パクッ。ん？でも遊ばれてる、生徒に遊ばれてる。練りがらしチューブ一本入り、俺様特製パンだぜ。なんてことするの。静かに食せ。この俺のように華麗にな。そらさくもその微妙な決めポーズで食べるのやめなさい。どこが静かよ。全員うるさいったらやしない。ちょっとお昼ご飯ぐらい食べさせて。そうね、ご飯の時ぐらいはね、ちょっと静かがいいわよね。来てしまった。最悪無理かもしれない。本当に私も勉学はもう捨てていこうと思ってるんだけど。はーい、楽しいお勉強ですよ。楽しくないんです。俺の身長は知らない。私と同じではなかったと思うんだよね。私175なんだけど、178。やった。奇跡。簡単すぎるぞ。奇跡すぎる。はい、何ですか。カッコに入る言葉はほにゃららは寝てもて。ああ、まだダメ。お前は寝るな。これは簡単ですよ。家宝ですね。え、家宝。あ、待って、あ、違う違った。バカ、私何言うの。すごくない、ドヤ顔。家宝ですねって、字が違った。選択肢よく見るべきよ。もう家宝っていう一個しかないと思っちゃった。今ギリシャ語で複数の川の間を意味し、チグリス川とユーフラテス川の間で発展した文明は何という文明か知ってるかい。知らないよ。メソポタミア文明。ああ、そうだね。簡単すぎるぞ。よしよし、おらおら、半分は正解したいのよね。大丈夫かしら。静止したものは静止し続け、動いているものは等速運動を続ける。数原理法則は何だ。聞いたことはあるんだよ。聞いたことは絶対あるんだけど、もう私の今の記憶には存在しないんだよね。万有引力は絶対違うんだよ。これ？よし。よくやった。常識だ。俺。カタカナではないなと思ってたんだよ。ハタオリムシの別名がある昆虫は何点だ？ハタオリムシ。ハタオリムシ、カマキリは違うと思う。キリギリスかムカデ。キリギリス。よし、よし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 。まあ、な問題だ。めっちゃ多くないですか。1時間に進む距離で示す速度をなんつんだ。え、距離でしょ。え、時速じゃないの。びっくりした。合ってた、合ってよかった。いいぞ。この俺を見くびっているのか。さあ、用意はいいですか。もうこの人無理なんだった。私 3x=15 の解はいくつになるか分かりますよね。知らん、ごめん、マジで分からん。いけた。その調子です。おめずともよい。はい。イカとかタコの墨から作る黒茶色の絵の具のことで、懐かしい思い出とかを語るときにも使ったりする色って何でしょうね。セピア。待って、今回調子良すぎ、いい感じ。当たりです。さすがは俺だな。よしよし。俺が
行ってみよう。モノレールのモノの意味って知らないよ。早い。一本なんだ。外れ。惜しいな。惜しいね、ほんとね。惜しいお勉強。海線、山線の正しい漢字はどれだかわかんだろ。ごめん、海線、山線って何？海線、山線？海線、山線？これかこれのどっちかだと思うんだけど、私。はい。あー、最低。メスタイガタはいない。あー、終わった。ま、こんなものか。でも、いい方じゃないですか。私的には結構、7点取ったら十分なんじゃないかなって。え、ラブに決まってんじゃん。私たちラブの関係性でしょって。どうしたの、翼くん。何でもない。怪我でもした？何でもなくないじゃない。今、太ももが青くなってるわよ。血までどうしたの、これ。騎馬戦の時のだ。撃ったとは思ったが、今さら青くなってくるとはな。あるよね、気づいたら体にあわざできてるのね。岡崎のやつ、わざとやったな。最低、わざとなんて許せない。保健所に行って救護班に手当てしてもらいましょう。いや、こんなものすぐに治る。ダメよ、ちゃんと手当てしない。後になったりするわよ。だっていらんと言ったらいらん。のたまうな、担任。それを言うなら構うなでしょ。しょうがないな。確かポケットに絆創膏が。何をする。絆創膏貼るだけよ。このぐらいはいいでしょ。だいたい飛んでけ。あら、なんだそれは。知らない。怪我とかの痛みを和らげるおまじないよ。バカにされたかな。余計なお世話だ、バカ担任。相変わらずなんだから。保健室に行くのが嫌なら永田さんにでもいいから、後でちゃんと手当てしてもらうのよ。ああ、分かった。おせっかい担任。まったくいつも一言余計なんだから。え、可愛いんだが、そうして体育祭無事に終わった。クラス X の活躍で体育祭大いに盛り上がって、特に B6 の最後の健闘ぶりは本当に驚いた。そのおかげで最後の最後で大差をひっくり返して学年優勝できたのだ。やっぱりみんなやればできる子なんだ。とっても嬉しかった。それに大きく貢献したのは翼くん。他人のことなんて興味ない子だと思っていたけれど、あの泥だらけの横顔にその冷たい表情の裏に、彼のもう一つの一面が見れた気がした。翼くんは本当にとても熱くて友達思いで、でもそれだけじゃない。もしかしたら私が思ってる以上に彼はいろいろなものを抱えているのかもしれない。そうね。いいんじゃないですか。なんじゃねーの。まあまあなんだね。セーブしときましょう。ちょっと いい感じですよ。でも、うん、なんだろう、ちゃんと最初はやばいゲームだとね思っていましたけど、後半、今はもう後半ではないけど、まあ結構やっていくことで、ランチオーミラクル、チャプター4なんだね。今日勉強頑張ろうね。あ、夏服になっとるやないの。あれ、前も夏服だった。また不適されてる。そんな顔しない。あと少しで期末試験。うわ、期末試験。中間試験はほんのちょっぴりだけど、成績分かったじゃないの。アベレージポイントが9点からたったの11点に上がっただけだろ。少ないわね。そういうことを自分で言わないの。中間試験は自分のことしか考えていない校長先生と口うるさい学年主任からたっぷりと闇をいただいたのよね。許せない。でも大丈夫。補習で学力はぐんと上がってるんだから。他の先生方は以前よりずっと惜しい回答が多くなった。効果は上がっているって言ってくれたし。かっこいい先生方に褒められてちょっぴり役得したって感じだったのよね。ゆうたちゃんもゆうたちゃんよ、やっぱり。担任、いい加減にその変な顔をやめないと。俺は帰るぞ。おほほほはやばすぎ。じゃあ今日の星は日本史の復習をしましょうね。面倒くさい。もうそういうこと言うんじゃありません。一緒に復習用ノートを作るから、ほら頑張って。だがな、それでも一応教室で星を受けてくれるようになったのよね。教室が嫌だって高級レストランまで連れて行かれたことを考えたら、随分進歩したのかな。ウィース、すぐ来るわね。元気にしてる、スイートキューティー金子ちゃん。
窓から入ってこないで、窓から入ってきたの？やだ、どうしていつも変な登場しかしないのよ。おっさんか、はい、変わらず愛くるしいな。愛くるしいとか褒めてるからね、大丈夫それ。褒めていいの？ダメ。あ、愛くるしい。それを言うなら暑苦しいです。ひどいよ、子猫ちゃん。いえ、そんなつもりじゃ。俺のグラスハートが瓦礫の山になった。マカベ、慰めてくれ。勝手に一人でいじけていろ。お、今日の坊ちゃまはテンション低いんじゃねえの？ヘイカメン、人生源氏の悩める青少年、悩み相談室。チェルン、チェケラ。やめろ、抱きつくな、気色悪い。まあでもいいんじゃない？なんかね、いいんじゃない？腐ってもたい、それとも私の夏の暑さにやられている。ほらほらほら、翼坊ちゃま、元気がないならチューしちゃるぜ。いらん、黙れ、気安く名を呼ぶな。黙ってればすごくかっこいいのに、本当にもったいない。なこのおっさん、制服の中に手を入れるな。おい、担任、見てないで止めろ。この手が、ぬくもりを求めている。何言ってんだよ、翼さん。これくらいのスキンシップ、お前なら慣れてんだろ。お前なら慣れてる。不潔。え、いや、はい。いくら欧米式のスキンシップに慣れている翼くんも先生のやりすぎです。よく言った、担任、たまには役に立つな。大体教師が翼くんの星の邪魔をしてどうするんですか。邪魔するのは出て行ってもらいます。これごちゃっか、冷たい。泣いてもダメです。おい担任、こいつを叩き出さんのなら俺が帰る。行くぞ永田。はい翼様。まあよくないよくない、本当。もうどこにも見えない。ああ、それもこれも。本当よ、邪魔してもう。ちちち。子猫ちゃんを深海よりも深く愛する銀次が、子猫ちゃんのためにならないことをするわけがない。じゃじゃーん。これなんだ。何？何かのカード？もしかして。ご明察。ボンボンの家のカードキー。家のカードキー？いつの間に。真壁に抱きついた時にポケットから拝借したのさ、ベイビー。やってることはほとんどヌスッとなのよね。大丈夫かしら。今年は翼が困るんじゃないですか。大丈夫大丈夫。坊ちゃまには秘書の永田がいつもついてっから、スペアキーなんてすぐ手に入るさ。でも君はそんなこと知らないよね。だからこれを返すってのを言い訳にして。なるほどね。家庭訪問してきたな。そろそろ現状打破で悩み始める頃かなと。あら、俺ももう教師5年目だからちょっとわかるわけな。いつもおちゃらけた人だと思ってたけど、意外と頼りになる人なのかも。邪魔、これは君に預けるね。だったらららら、この銀次の神の右手が必要だったらいつでも言ってんね。いろいろとうまいよ。もうほんとお帰りください。方法はともかくとしてだけど。こんなところにいたんだね、葛城先生。どうしたの？こんにちは先生。桂木先生にちょっと用事があってね。給料日前なのにまた借金？ああ何ですかもう本当。踊り先生、ほら UFO だ UFO。 俺は天からの啓示によりあれを捕獲しに行ってくる。こら待ちなさい、話はまだ済んでない。じゃあね、スイートキューティー、これこちゃん。なんて逃げ足の早い。私も失礼するよ先生。
一体何だったの？でも家庭訪問からそれっていいかも。高すぎない？建物。自分の方向音痴っぷり忘れたわ。迷いすぎて疲れた。けどようやくたどり着いたけど、翼くんって本当にエンパイアルージュなんかに住んでたの？しかもエンパイアルージュの最上階が全部翼くんのお家だなんて。やっぱりお金持ちだわ。住む世界が違うわね。担任？あら、いいじゃない、私服。ちょっと胸元開けすぎ、なんか出しすぎかなと思うけど。なぜ担任が俺の家の前にいる？今よ、さりげなく翼くんの落とし物を届けに来たって言うのよ。ん？しょっぱなからか、何やってるの？学校に。なんでそんなに喋れないの？せい、私昔から嘘つくの苦手なんだった。嘘をついたらエンマ様に舌を抜かれるっていう、まあよく言うよね、それね。あ、そういうこと？舌を無意識にかばってるからそんな喋れないんだ。これ以上なんか怪しいじゃないの。担任、それは新しい日本語か？俺にもわかる日本語を喋れ。私は喋りたいんです。いや、カードキーを返して、そして家庭訪問、この里を言うのよ。カードキーなの。これは俺の家のカードキーか。だから家庭訪問なの。言えた。バカか、お前は。やっぱり通じてない。しかも翼くんにバカ。教師としてのプライドがダブルでガタガタだわ。わけがわからんが、とりあえずお前からにじみ出る貧乏オーラが今日はさらにひどい。何、貧乏オーラにひどいとかある？もう私は貧乏ですってのが出てるってこと？失礼しちゃうわね、本当に。仕方ない、俺の部屋で休むのを許してやろう。え、待って、部屋入れてくれるってこと？あげ、いいから早く来い。これってひょうたんからコマ？すごいわね。バカ左右で免疫もついてたし、もうそんじょそこらのことじゃ驚かないと思ってたけど、どうして玄関を開けた途端にスフィンクスが2体もいらなくない？でもそれは、これは俺の自慢のコマ犬だ。タゲだけしくていいだろう。失礼します。さあ、俺の家に入れるなんて光栄だぞ。通信で入れ。通信で何？慎んでね。なんだと？テレパシーとかで念じろってことかな。翼くんの家に入れてください。多少変な顔にはなっているが、まあいい。入るのを許す。変な顔。このスリッパすごいふかふか。特注の低反発だ。10万もしない。マジ無理。そんなスリッパに10万とかマジ無理。この絨毯毛足長いわね。こっちも高いの。大したものでもない。1億もしなかったからね。ああ、もう本当に学校の教室が狭いとか貧乏くさいって翼くんの気持ちが分かったかも。本当に別世界の子なのね。おい、担任、一気も怠惰だぞ。一気って何？一気も怠惰ね。それよりなら息も耐えたい、耐えたいだわ。本当、こんな状況でも突っ込める自分がちょっとすごい。しつけ薬でも用意するか。しつけ薬、お構いなく。誰の気配もしない。広い家だから人がいてもわからないのかもしれないけど、もしかして翼くんって一人暮らしなのかな。おい、永田。はい。そうよね、永田がいるよね。どこにいたの？逆だ、もてなせ。ありがとう翼くん。タイダは悪いけど根は優しい子なのよね。うんうん。いや、やっぱりこいつは客じゃない。道で拾った雪倒れだ。適度に扱え。最悪。何よ、そんな言い方ないでしょ。ぬすっと武田らしい。ね、何ぬすっと武田らしいってどういうこと？ちょっと意味がわからないんだけど。鋭いな。それを言うなら、ぬすっと、今しいでいいのかな。メゴは武田さんに失礼でしょ。全国の武田、この場を借りて、詫びを入れてやる。すまん。私にも。すまん、担任。って、なぜこの俺がお前に謝らねばならんのだ。結構ノリいいわね。ダメだった。お前がもてなすべき客でないことは、このカードを受け取った時に判明した。これは突っ込まなくていいかな。どうして？まだとぼける気か。客は人のカードキーを犬ババしたりしないものだ。猫ババね。はい。
今日すごくない？なんかめっちゃボケるやん。もしかしてバレてる？お前本当に嘘がつけんな。担任これを見ろ。私はさっき返したカードキーよ、ね、裏だ裏。怪盗銀ちゃんただいま参上。家庭訪問頑張ったね。これこっちゃん。カッコハートカッコ閉じ。もうカッコ閉じまで書くからいけないのよ。カードキーの裏にこんなのが入ったらバレバレじゃないの。その上油性ペンで書いてやがる。しホスト親父ほんと役立たずね。やっと自分の立場が分かったようだな。ここはお仕置きをというところだが、そんなことはどうでもいい。ちょうど注文していたスペシャルな品が届いたところだ。スペシャルな品。俺は今スコンブ機嫌がいいから許してやる。ごめん、私スコンブ嫌いなんだね。ちょっと無理なんで突っ込むわ。鋭いな。スコンブか、懐かしいな。いや、ちょっとスコンブ美味しいって食べてる人の気持ち私全然わかんないんだよね。お前も嬉しそうだな。いつもははじめを呼んで見せつけてやるんだが、今日は特別に担任に披露してやる。きっとまた変なものなんだろうな。素晴らしいぞ。大英国博物館の水晶のドクロなんて目じゃない品だ。水晶でできたマトリョーシカだ。いらないと思うんだけど。見ろ、インフィニティに続くこの妖艶さ。中が微妙に透けて見えるのがミソでな。ああいい。さあ思う存分この俺が選び抜いた美しきマトリョーシカを褒めるがいい。私も褒めるの？これはちょっと。なんだと？まさかこの俺の選んだ品に何か文句があるとでも？メガネが光った。めちゃくちゃ怒ってる。機嫌になるそうな。しかめったら。でもしかめったらもかっこいいな。悔しい。待てよ。そうか。さては褒める言葉が見つからずに悩んでいるな担任。ちょっとバカで助かったよね。だったらこの俺が直々にこの指でレクチャーしてやろう。指？何？なんて綺麗だ、最高だと言え。ほら口を動かせ。綺麗。どういうことなの？何これ。ちょっとスチールないの？スチール言えんのか。まったく世話が焼けるな。綺麗だろ、すごく綺麗だ。ちょっとこれスチール欲しかったな。さっさと認めればいいものを。強情を張るからだ。すいません、ここまで美形じゃなかったら。そうよね、部署だったら何とも思わないどころかもう殴り飛ばすもんね。なんだ、また分からなければレクチャーしてやるぞ。結構です。では担任がこの品の美しさを認めたところで、どこが美しいかを説明してやろう。ちょっと待って、翼くん、実は今日家庭訪問がしたくて翼くんの家に来たの。なんだと。口を挟んだから不機嫌になってる。だからそのなんで説明すればいいのかわからない。俺の生活を探るためか。くだらない質問なら聞く気はない。違うの？担任、やっぱり理由はどうであれ勝手に家のキーを取っちゃったなんていけないことよね。家庭訪問がしたくて来たのは本当なの。だけど私は何も聞かないし何も探ったりはしないから。それに次はちゃんと家庭訪問しますって言ってから来るから。だから今日は本当にごめんなさい。無言で辛いかも。まだ怒鳴られたりした方がマシだわ。狂っちゃったのかしら。なんで笑ってるの？人が真剣に謝ってるのに失礼な。顔を上げろ。どうせあのおっさんが勝手に仕組んだんだろう。まあいい。怒ってないの？確かに言う通りだけど、私もそれに便乗したんだし。いい、おっさんは後で締めておくかな。だがさっきの担任の顔面白かった。こう眉間にシワがグググッと寄っていた。まあいいんじゃない、笑ってくれたから。面白かったから許す。とりあえず茶でも飲め。長田。はい翼様。先生お茶です、どうぞ。ありがとうございます。翼さん気になってたんだけど、もしかして翼は一人暮らしなの？お前そんなことも知らないで来たのか。日本に来てからは
ほとんど一人暮らしだったようなものだ。まあでもほら永田がいるじゃない。自炊？想像できない。若か担任、飯など通いのシェフがいれば済むことだろう。それって朝ごはんも？ It's natural。 俺の起床時間前に永田もちゃんと通ってきている。不便はない。はい、翼様は目覚ましを嫌われますから、私が毎朝起こす役目をいただいております。なんてもったいないことしてるのよ。ありえない。本当に翼くんの生活で無駄だらけよね。確かにそのみたいに叫んでやりたいけど、でもなんだろう、なんだか妙に寂しい。どうして？豪華な調度品、広い部屋の部屋に何並べた翼くんのコレクション、他のものが溢れ寂しさなんて感じる隙もないはず。学校のクラブハウスのことはそう変わらない。でもこの家は違う、そんな気がした。何が違う？なぜこんなに切ない気持ちになるの？そうか、この部屋にいるとき翼くんは一人だ。学校と違って B6 もいない。永田さんはいる。シェフもきっとハウスキーパーもいるだろう。でも家族はいない。たとえどんなものが溢れていても、どんなに恵まれた生活をしていても、翼くんは一人だから、この部屋はこんなに寒い。部屋の中に物が溢れていればいるほど虚しさを感じる。まだまだ翼くんについては知らないことばかりだけど、少しだけ、本当に少しだけ翼くんの心の影を見た気がした。最後4月にレストランで会ったのは翼くんの父さんだと思うんだけど、あまり仲が良くないみたいだった。まあね、家族とうまくいってないのかな。おい、どうした？またぼーっとしているぞ、担任。なんでも、なんでもないわ。どうせまた俺に勉強をさせることでも考えていたんだろう。しつこい教師だ。まったく、早く長芋には焼かれてしまえ。長芋？どういうこと、長芋に焼かれるって。助かったな。それを言うなら長いものには巻かれてしまいでしょ。俺は焼き芋が好きなんだ。え、かわいい。美味しいわよね、焼き芋。すぐお任せんだから。もっと勉強させるためにどうしたらいいのかなっていうのが当初の目的だったはずなのに。そのための家庭訪問だったのに。永田、浅野さんじはパークハイヤードのシェフに焼き芋を用意させろ。承知いたしました。勉強の話なら聞かん。家でまでそんな話を聞く気はない。水晶はまとりおしか思ってよく見せてくれない。翼くんはそんなに嬉しそうにしてるんだもの、素敵なんでしょ。 もちろんだ。よし、ようやく貧しい美意識の担任にもこの俺の交渉などセンスが分かり始めたか。これでいい。見ろこのフォルムの美しさ。 This curveAnd this expression。 どこをとっても一流の品だ。水晶の輝きが磨きをかけているな。特にこの開けても開けてもまだ出てくるインフィニティが素晴らしい。もう突っ込む気にはならないわね。そして最後に出てくるのは金の鶏だ。なんで？ほら、トサカオースト 4C クラスフローレンスカットのイエローダイヤモンドの卵を産むんだぞ。意味がわからない。たまらないな。すごいわね。翼くんが寂しさを紛らわすために物を買っているのは分かったけど、やっぱりこの趣味だけは、このテンスだけは分かんない。Beautiful。 最高だな。いろいろと考えた結果、私は私でできることをしてみようと思った。もちろん喜んでもらえるかどうか分からない。きっとおせっかいってまた言われるだろう。それでもいい。ある計画を実行に移すことにした。何？はい、ということでですね、まあ、ちょうど区切りもいいかなと思うので、一旦はこの辺で終わろうかなと思います。でもなんかちょっと恋愛感出てきたんじゃない？ね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。